あ、怖いね。軽い気持ちで、あー、ラーメンを食べに行くのにね。山岡屋にラーメン食いに行きます。いやー、非常に、難しい感じですね。ずっと山岡屋行きたくて、正直山岡屋あんま美味しくないじゃないですか。まあ、異論は認めますけど、正直俺は一回行くってあんま好きじゃなかったんですけど、まあ、一定数うまいっていうやつらもいて、まあ、今一度その味を確かめたいとずっと思ってたのよ。んで友達に20時ぐらいに飯食い行こうって言ったら、そいつバイトで、バイト終わってからだったらいいよってなって、今連絡が来て、まあ、行くか行かないかを話し合った結果、まあ、行くことになりまして、愛知県の人だったらね、もうこの時間帯のラーメン屋といえば、まあ、まあ山岡屋、岐阜タンメン、町田屋、あとまあ横綱屋とか、横綱とかあるけど、まあ俺は圧倒的に、まあ、岐阜タンメン派なんですけど、まあ山岡屋がうまいのかどうかを確かめに行きたいと思います。寒いな。レッツ山岡屋。いたよん。着いたぜ山岡屋。マジ並んでんの意味わかんねえし。いや違うな、プレミアムランチャルじゃない、レギュラーメニュー。これだ、俺はこれだね。お前が食うんだよ、中辛はないやん。まだ中辛はないやん。俺もそれはないやん。でもまあおからかなと思って、ユータも食うし、ね、レギュラーもやるからなと思ってお前が食えるやつ食えよ、ね。片目普通濃いめで大体変だろう、明らかに。予約を取り下げて。特製味噌ネギのお客様、あ、すみません、ありがとうございます。ご注文です。うまそう。乗りすぎスープかな。うまいわ。めっちゃ食う。やばいね。うん。あら。味噌うまい。うん。うまい。普通に美味しかった。明日やばそう、こんな食ったら。お前絶対臭いやん。終わりやん。